なんですって、東京ドームの100億円の回収費を、巨人がドブに捨てる？いきなりすごいリアクションだな。霊夢が驚いているのは、巨人が本拠地を移転する話だろ？そう、そうなのよ。そもそも東京ドームは、巨人の自前球場ではない。レンタル料は年間25億円とも言われており、自前球場を持たない弊害は多いんだ。へえ、そうなんだ。巨人は築地や土地に新球場を計画していたが、ある出来事をきっかけに頓挫。ところが、2023年に移転計画が再燃している。どういうこと？今回は、巨人の本拠地移転説の全貌や、自前球場建設のメリットに迫っていくぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。巨人の本拠地としても有名な東京ドームは、東京都文京区後楽にある、日本初の屋根付き球場であり、株式会社東京ドームが運営している。東京ドームシティの中核施設でもあるんだ。東京ドームって日本初の屋根付き球場なのか。いつ開場したの？後楽園球場の実質的な代替球場として、1988年3月17日に、後楽園競輪場跡地に開場。3月18日にはこけら落としとして、巨人と阪神のオープン戦が行われた。巨人と阪神といえばバチバチの関係だけど、マリサはどっちのファンなの？私はどちらの球団も好きだぞ。そういう曖昧な態度が一番困るんだけど。巨人と阪神、仕事と私、どっちが好きなの？そういう二択が一番困るんだけど。話を戻すが、東京ドームの愛称はビッグエッグ。東京ドームグループの旧称として、1998年まで、ビッグエッググループという社名が使われていた。ほんとだ、屋根の形が卵に似ているわ。東京ドーム何個分という言葉があるが、東京ドーム自体の建築面積は、46,755 平方メートルだ。東京ドーム何個分ってよく言うけど、東京ドームに行ったことがない人からすれば、いまいちピンとこないのよね。そんな東京ドームは、野球はもちろん、格闘技やコンサートなどでも使用されている。なるほど、よくわかったわ。2020年7月20日、巨人と株式会社東京ドームは、会見を行い、東京ドームを、約100億円かけて回収すると発表したんだ。なんですって、東京ドームの100億円の回収費を、巨人がドブに捨てる？霊夢よ、そのリアクションはさっき聞いたぞ。あら、そうだったわね。でも、回収費100億円ってすごいわ。マツダズームズームスタジアム広島が、もう一つ建設できるレベルの回収費だからな。2020年といえば、コロちゃんが蔓延した年。巨大屋内施設の安全確保が叫ばれる中、有観客試合に向けて東京ドームは、球場内の空調能力の増強に、12億円を投じた。空調能力の増強に12億円、これだけでも結構な額だわ。東京ドームのコンコースには、大型送風機を30台設置。換気能力を従来の 1.5 倍にアップし、1時間に 3.5 回の換気が可能になった。コロちゃんが流行った時、換気が大事って散々言われていたもんな。また、女子トイレの数を 1.6 倍に増やし、洗面台は220台に増設。手洗いスポットも12箇所新設し、非接触によるキャッシュレス対応も行ったんだ。コロちゃん対策ってほんと大変なのね。こうしたコロちゃん対策と並行して、東京ドームの外野に、横幅126メートルの国内最大規模となる、大型ビジョン設置にも着手。巨人の山口俊一オーナーは、回収の目的について次のように語っている。清潔、安全、快適なスタジアムを、お客様に実感していただけるよう全力を挙げる。世界トップ級の感染予防を実現していきたい。確かに、東京ドームのコロちゃん対策は、なかなかのものだと思うわ。だが、2020年7月20日の会見では、東京ドームが直面している老朽化についての、具体的な策はなかったんだよな。え、東京ドームって老朽化してるの？1988年に開場した東京ドームは、アメリカのミネアポリスにあった、メトロドームを参考にして建てられた。ところが、降雪による天井の破損などで、メトロドームは開場から、32年が経った、2014年に取り壊されたんだ。じゃあ、東京ドームもそろそろ危ない？メトロドームの取り壊しもあってか、東京ドームの耐用年数は、約30年と言われている。すでに開場から30年以上経っているじゃん。うわぁ、もうダメだ。霊夢よ、耐用年数が過ぎているからといって、明日明後日潰れるわけじゃないんだぞ。あら、そうなのね。2022年の東京ドームにおける、巨人の観客動員は、
被災72試合で231万8302人、平均で3万2199人だった。2023シーズンは6月4日時点で、被災25試合を終えて91万7963人、平均3万6719人だ。2023シーズンの巨人の順位はどんな感じなの？2023年8月時点でのセリーグは、阪神が独走状態。巨人は2年連続 B クラスが囁かれており、優勝争いから大きく遅れを取っている。強かった頃の巨人はどこへやら。2024年シーズン以降、東京ドームの動員数が回復する保証はどこにもない。その上、建て替え分の費用が上乗せされれば、その負担はとてつもないだろう。東京ドームの老朽化、深刻な問題なのね。そもそも東京ドームは、巨人の自前の球場ではない。東京ドームはあくまで他社の施設であり、レンタル料は年間25億円とも言われている。え、レンタル料だけでそんなにかかるの？これはびっくりだわ。チケット、グッズ販売、飲食の興行収入は、1試合1億5000万円とも言われる、東京ドーム。だが、そうした興行収入の一部を、ロイヤルティーとして納めなければならないんだ。自前の球場を持たないデメリットは、他にどんなことがあるのかしら？そのデメリットが如実に現れたのが、コロちゃんが蔓延した2020年だ。例年だと7月に、社会人の都市対抗野球が東京ドームで開催されるのだが、東京五輪を考慮し、11月22日からに変更された。プロ野球の開幕にも影響が出たんじゃないの？霊夢の言う通り、2020年はコロちゃんの影響で、プロ野球の開幕が3ヶ月遅れてスタート。日本シリーズも11月21日開始となった。開幕が3ヶ月遅れるって相当よね。その結果、都市対抗野球の日程と、プロ野球の日程が完全にバッティング。2020年、巨人はシリーズ進出を果たしたが、本拠地の東京ドームが使えなかった。京セラドーム大阪での開催という、前代未聞の事態になったんだ。バッティングするのは打席だけにしてほしいわ。ほんとその通りだよな。自前球場を持たないデメリットは他にもあるぞ。巨人は親会社の、読売新聞グループが興行権を握っていて、チケットや放映権料を、巨人から一括で買い上げているんだ。へぇ、そうなんだ。日本テレビからは、地上波などの放映権料を得ている。また、インターネット配信のダゾーンとは、オフィシャルスポンサーを含めて、20億円とも言われる契約を結んでいるんだ。20億円。こうした放映権ビジネスが、読売新聞社の球団経営を支えているわけだ。でも、それの何がデメリットなの？スポーツ興行の基盤となるのはチケッティング。だからこそ、本拠地球場を持っているかは、大きなメリットになるんだ。読売新聞グループ関係者は、自前球場を持つ意義についてこう語っている。自前の球場を持つというのは、我々が長年描いてきた悲願の構想です。これが実現すれば、球場内の飲食店の売り上げや、広告収入も全て球団に入るようになる。経営が一気に楽になるんです。なるほど、経営が一気に楽になるって言葉が、全てを物語っている気がする。自前の球場を持つメリット、よくわかったわ。そんな中、2023年に札幌ドームから、エスコンフィールド北海道へ、本拠地を移したのが北海道日本ハム。12球団の本拠地が新球場になったのは、2009年開業の広島カープの、マツダズームズームスタジアム広島以来だ。エスコンフィールドって話題になったもんね。2023年3月14日開場の、エスコンフィールドは、北海道北広島市の、F ビレッジにある屋内型球場。日本ハムの新たな本拠地が、検討され始めたのが2016年の初頭。2004年に、東京から札幌市へ移転して以来、日本ハムは札幌ドームを、本拠地としていた。札幌ドームはどこが所有しているの？札幌市が所有しており、運営や管理については、株式会社札幌ドームが行っている。ほう、なるほど。そのため、札幌ドームの使用には、1試合あたり1600万円程度、年間だと約13億円。さらに、広告、グッズ販売、飲食など、札幌ドーム内の興行収益が、すべてドーム側に入る契約を結んでいて、その額は年間20億円以上を要したんだ。東京ドームは年間25億円って言われてるけど、札幌ドームの使用料もなかなかの額だわ。高額な使用料、スタジアム内販売収入の減少、多目的施設であるがゆえの硬直性。こうした理由から日本ハムは、独自のスタジアム建設を推進したのさ。このあたりは巨人と似ているわね。
また、年間の観客動員が200万人を割ると、使用料が支払えなくなるということも、本拠地移転理由の一つと言われている。確かに、観客動員が少なかったら元も子もないもんな。エスコンフィールドの収容客数は、3万5000人。開閉式の屋根と、天然芝が大きな特徴だ。え、屋根が開閉するの？これは面白いギミックだわ。開閉式の屋根がついた球場は、プロ野球では1993年開場の、福岡ドーム以来、屋内の天然芝は日本の野球場では初めてだ。また、外野側の壁は最大70メートルのガラス壁で、天然芝の育成にも一役買っている。エスコンフィールドってすごい球場なのね。その凄さ、間近で見てみたいな。ということでマリサ、今すぐ北海道に行くわよ。いや、展開が急すぎるって、今回は巨人や、東京ドームについての話なんだぞ。あら、そうだったわ。そんなエスコンフィールドの建設費用は、なんと約600億円。2019年に日本ハムの子会社として設立された、ファイターズスポーツ&エンターテイメント、がエスコンフィールドを所有及び運営している。建設費用約600億円、まさに北海道はでっかい道。しかも、日本ハムの子会社が運営しているのね。とはいえ、スムーズに開場したわけではない。開場前の2022年11月7日、エスコンフィールドの、本塁から、バックネット側フェンスまでの距離が、不足していることが明らかになったんだ。え、そんなことってあるんだ。11月14日に関係者らと協議したところ、2023年度は現状のまま使用。2023年度と2024年度のオフ期間に、改修することで合意した。2023年3月にせっかく開場したのに、改修しなくちゃいけないのか。ところが、事態は一転する。NPB に、野球振興協力金を支払うことを条件に、改修せずそのまま使うことになったんだ。あら、結局改修しないのね。また、エスコンフィールドは、アクセスの脆弱性についても指摘されている。エスコンフィールドって最寄り駅から遠いの？もともと、F ビレッジ直結の最寄り駅として、北海道ボールパーク駅の建設が予定されていた。だが、エスコンフィールドの会場までに、間に合わなかったんだよ。走行費の負担が増したこともあって、駅の開業は2028年から2029年度とのことだ。じゃあ、エスコンフィールドから、一番近い駅はどこになるのかしら？北海道ボールパーク駅が開業するまでは、JR 千歳線の北広島駅が最寄り駅となる。だが、F ビレッジまで徒歩約20分かかるんだ。それは最寄り駅とは呼べないわね。日本ハムの新庄剛志監督も、アクセスの脆弱性について苦言を呈している。バスを待ってる人たちが、2時間ぐらい待たないといけないぐらいで、タクシーやバスの台数を増やしてもらわないと。今のままなら7、8階で席を立つかな。試合後は特に混雑するでしょうし、アクセスについてはかなり重要な問題だわ。では、巨人の球場移転の話に戻ろう。巨人の新球場の候補地として浮上したのが、中央卸売市場移転による跡地を活用した、築地新球場計画だ。いよいよ本題に入っていくのね。築地市場跡地は 19.4 ヘクタールで、このうち 18.7 ヘクタールが貸し付け対象になっている。18.7 ヘクタールは、東京ドーム4個分ってとこだな。東京ドーム何個分の例えがここで出た。築地新球場は、都営大江戸線の築地市場駅、東京メトロ日比谷線の築地駅から徒歩1分。銀座にも歩いていける距離なんだぜ。エスコンフィールドは、アクセスの問題が指摘されていたけど、築地新球場にその心配はなさそうね。しかも、親会社の読売新聞社にとって、築地市場は朝日新聞東京本社の目の前だ。ライバル社の目の前に新球場を建てる。これほど痛快なことはないだろ？マリサったらそんなこと考えてたの？いや、私が計画したわけじゃないから。東京ドーム自体も、JR と都営三田線の水道橋駅、地下鉄丸の内線の、後楽園駅から徒歩圏内で、交通の利便性は高い。巨人の聖地としてのブランド価値もあるが、それ以上に築地新球場は魅力的というわけさ。確かに、新球場見てみたいかも。ところが、2016年に小池百合子氏が、東京都知事に就任したことで、築地新球場計画が頓挫してしまったんだ。小池都知事が球場移転とどう関係があるの？築地市場跡地は、食のテーマパーク機能を有する新たな場とする。小池都知事はそのような計画を掲げた。これにより、築地新球場計画も頓挫したのさ。食のテーマパークと野球は、あまりにもかけ離れているもんね。
その後、代々木公園の再開発計画地なども、新球場の候補地に上がったのだが、敷地面積が足りないなどの理由から、なかなか候補地が見つからなかった。その結果、東京ドームを約100億円かけて改修。今後の運用に備えたというわけだ。築地新球場計画、実現せずか。実現不可能に思われた巨人の本拠地移転計画。ところが、2023年に移転計画が再燃した。計画再燃きたー。でも、なんで計画が再燃したの ?2019 年に都が公表した築地の再開発方針を見ると、食を中心とした事業という記載は、どこにも書かれていない。2023年現在も具体的な内容が明らかになっていないんだ。小池都知事は食のテーマパークを掲げたけど、具体的な話は進んでいないのか。そういったこともあり、やはり築地なんだ、と、読売グループの OB は確信しているようだぜ。もし実現すれば、どんな球場になるのかしら?それについて読売新聞グループの関係者は、こう語っている。東京ドームのような人工芝ではなく天然芝で、開閉式のドームにする話も出ている。球場完成とともに、松井秀喜氏を監督として招けば、この上ない盛り上がりとなるでしょう。そういえば、エスコンフィールドも、天然芝で開閉式だったわね。第2の日ハム誕生なるか?一方で、スポーツジャーナリストの小林信康は次のように語っているぞ。築地移転のニュースを耳にし、巨人軍の傲慢さを感じた。球場を作ればみんな喜ぶだろうという発想が、野球離れの進む現代では時代遅れ。野球に関心のない圧倒的多数の人が、支持するとは思えない。随分辛辣な意見だわ。でも、野球に興味ない人が支持しないのは、わかる気がする。また、小林氏はこうも語っている。築地市場跡地は都の所有で都民のもの。跡地利用は広い公益性の観点から検討すべき。球場の周りにどんな施設を作り、都民の生活と豊かさにどうつながるのか。巨人軍や読売の利益だけではなく、そういうビジョンも重要だと思う。マリサが言いたいことを、全部言ってくれた感じがあるわね。ほんとそうだよな。そんな本拠地移転に対する巨人の回答がこうだ。当球団のフランチャイズ球場は東京ドーム。変更する計画は全くありません。移転すんのかい、せんのかい。移転せんのかい、新喜劇ネタだけど、みんなわかる?ああ、私はわかるぞ。巨人の立場からすると、あくまでそういう回答ということだろう。長年、東京ドームを本拠地としてきた巨人は、大きな転換点を迎えている。巨人の本拠地移転説や、東京ドームの年間25億円の使用料は驚いたな。でも、自前球場建設のメリットとかを知れてよかったわ。今後の展開に注目だな。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。マリサ、春になったら野球観戦して花見なんて素敵よね。2022年の12球団人気球場ランキングで堂々の1位だった。横浜スタジアムなんていいわ。ああ。だが今でこそ人気の横浜スタジアムだが、ここに来るまでに黒い歴史がたくさんあった。そうだったの?黒い歴史とか言われると急に気になるのはなぜかしら。じゃあ、今回は横浜スタジアムと球団の歴史、現在の様子について、解説していこう。満員でも球団側が赤字と噂された奴隷契約。札幌ドームと日ハムの関係にそっくりなんだが、札幌ドームとは違う道をたどったようだぞ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。そもそも、横浜スタジアムのあった場所は以前も球場だったんだ。建て替えでできたスタジアムだったのね。以前は、1929年に関東大震災復興事業の一環で横浜公園球場として作られた。伝説的なアメリカ大リーグスター選手、ベイブ・ルースやルー・ゲイリックも、試合したことがあるぞ。大スターも訪れた歴史ある場所か。しかし太平洋戦争後、アメリカ軍による接収を経て横浜市に返還される頃には、だいぶ老朽化が進んでいたんだ。よく戦火を生き延びることができたわね。その後、老朽化はより深刻になり1970年代にはスタンドが半分近く使用不可能な状況に陥った。ついに建て替えかしら?いや、当時は第一次オイルショックの影響で横浜市は財政難に陥っていたから、そんな余裕はなかった。それに、公園内にあった米軍横浜チャペルセンターの立ち退きにあたって、在日米軍との調整が必要だったから、しばらく何も手をつけられず放置された。スタンドも使えないまま放置はきついわ。ようやく建て替えの建設が始まったのは1977年。その後、
驚異的なスピードで工事が行われ、1978年に晴れて横浜スタジアムが完成したんだ。ようやく今の姿になったのね。戦前から球場として存在していたなんて歴史を感じるわね。そしてこのタイミングで、川崎球場を本拠地としていた大洋ホエールズ、現在の横浜 DeNA ベイスターズが横浜スタジアムに移転することになった。お隣の川崎市から移転してきたの？川崎市民は反対したんじゃない？当時は川崎市民の過半数、約54万人の署名が集められ川崎を煙突だけの街にしないで、というスローガンまで掲げられた。確かに、川崎って工場地帯よね。球団に移転されたら煙突しかなくなっちゃう。しかし横浜 DeNA ベイスターズの意志は固く、1978年以降は横浜スタジアムを正式スタジアムとして川崎市に通達した。さようなら、川崎市。ちなみに、横浜スタジアムは国有地で、無番地表記の住所にもそれは現れている。ほんとだ、横浜スタジアムの住所を調べると横浜市中区横浜公園、で終わっていて番地が、ないわね。とすると横浜スタジアムは国が運営しているの？いや、土地を保有しているのは横浜市だが建て替え当初横浜市が財政難だったこともあり、運営管理は横浜市と神奈川県の財政各所が出資する第三セクター。株式会社横浜スタジアムが行っている。札幌ドームと同じ第三セクターなのね。ところがこの運営管理の会社、株式会社横浜スタジアムと、球団が結んでしまった契約。これによって球団は長い間、財政難に苦しめられることになる。ごくり。今回はどんな苦しみが待っているというのかしら。ズバリ、球団が横浜スタジアムと結んでしまったのは奴隷契約だったんだ。不平等条約ってやつ？一体どれだけ不利な条件だったの？まず一つ目は、入場料の中抜き。球団側は入場料収入の 25% を、横浜スタジアムに支払う必要があり、その総額は年間で約20億にも上った。25% って結構引かれているような気がするけど、他の球団もこんな感じなのかしら？そもそも、入場料は本来全額球団の収入となり、試合ごとに使用料をスタジアムに支払う、という形が一般的なようだ。また、球団が球場を所有しているソフトバンクや、球団の親会社やグループ企業が球場の運営管理をしている阪神、西武、オリックス、中日などは、使用料は実質発生しない。親会社って実質身内なわけだからそれはそうよね。自前の球場って強いなぁ。その上で相場を考えても、もちろん施設によってまちまちだが、1回あたり1500から2000万円、程度の会場使用料を支払うというのが平均値のようだ。入場料の 25% というのは、スタジアム側だけに有利な条件なのは間違いない。入場者数が増えれば増えるほど、スタジアムの収益も増えるってことだもんね。これによってスタンドが満席でも球団側が赤字、スタジアム側は黒字という状況が発生した。ファンを集めているのは球団なのになんだかやりきれない思いね。しかも横浜スタジアムは、この入場料 25% とは別途に年間6億円の施設使用料を、球団から徴収していた。え、てっきり 25% は施設使用料の代わりだと思っていたわ。20ドリってこと？まあ奴隷契約だからな。球団が収益を伸ばせばスタジアム側も利益が増え、反対に入場者数が思わしくない時も使用料はしっかりと徴収できるという仕組みだ。これぞ奴隷。恐ろしい。そしてさらには、看板広告料物販関係の収入は全て横浜スタジアムのものだ。え、グッズの収益まで？いくらなんでもやりすぎじゃない？なぜこのような契約をしてしまったのかしら？これはまだ横浜大洋ホエールズだった時代、横浜スタジアムに移る条件として、球団側が横浜スタジアムの提示条件を無条件に飲んでしまったからなんだ。無条件で飲んだら本当にやりたい放題されてしまったってことね。無条件恐るべし。そうまでしても、どうしても横浜スタジアムに移りたかったのね。こういった球団に不利な契約は当然のごとく長年経営赤字という状況を生み出し、1998年横浜がリーグ優勝をしたシーズンですら全試合満員御礼だったもののそれでも赤字。使用料も入場料も取られて、広告料やグッズ収益もスタジアムのものでしょ？一体何が残るっていうのよ？スタジアム側からは一応協力費という形で年間で3億円が支払われたようだが、当時火の車の球団にとってそんなものはスズメの涙。もちろん選手の士気も下がりまくり、ファンも徐々に離れていった。こんなやる気を出せない契約では仕方ないわよね。
そして2001年、経営が悪化した球団を見限り当時の筆頭株主のマルハが球団株を売却。ついに筆頭株主にも見捨てられたか。繰り下げで、第2位株主であった日本放送に株式が譲渡されることになっていたんだが、野球協約に違反してしまった関係で頓挫。普通の株主と違って、野球界の条約がいろいろ絡んでくるのね。最終的に第3位株主であった TBS が筆頭株主の座に落ち着くこととなった。テレビ局ね、新たにオーナーとなった TBS も球場の奴隷条約には頭を悩ませたため、本拠地を新潟に移すことを計画した。長い目で見たらそれが無難かもね。あの契約内容では立て直しなんて無理よ。TBS は本拠地の移転をちらつかせながら、横浜スタジアムには使用料値下げなど、契約内容の見直しを交渉したようだ。駆け引きに出てみたのね。契約内容を改善してくれないなら出ていくけど、どうするってことよね。しかし、横浜スタジアムは TBS は球団経営に熱心ではないという理由でこれを一蹴。実際 TBS も本格的に立て直しをしようというほどのやる気はなく、球団の士気は低いまま、万年 B クラスで、選手も球場でなぜかサッカーで遊んでいたりするほどのやる気のなさだったようだ。TBS 時代は、振り返ってみても過去最高に士気の低い時期だったでしょうね。もちろん観客数も減り、収益はさらに低下。その上、TBS も相変わらずやる気がなく、顧客管理データベースがない、営業資料も、組ベース会議室もないといった、相当適当な球団運営だったようだ。もはや誰もやる気のある人がいない。そんなこんなで、長年赤字を垂れ流していた TBS は結局球団を売却。スマホ用ゲームや SNS 運営などで知られる会社、DNA が総額95億円で球団を買収した。IT 系企業ね。今度こそ、ちゃんと再建できるかしら。DNA がオーナーに代わり、健全化プロジェクトが練られたが、ここでも問題になったのは、依然として変わらない奴隷契約の内容。DNA は、満員になっても黒字にならない。横浜スタジアムを使用するメリットは少ないとして、本拠地の使用に不快感をあらわにした。やっぱり問題になってくるのはそこよね。しかしこれを聞いた横浜スタジアムは大激怒。当時の横浜スタジアム、藤木幸男会長は、ベイスターズは横浜から出ていけ、ベイスターズがいなくなっても困らない、と発言したらしい。めっちゃ怒ってるわね。予想以上になんか強気なおじいちゃん。全てを白紙に戻し、別の土地でスタートを切って出直すべき。一度、ホームレスになればいい、とまで言っていたようだ。出て行かれて困るどころか、使わせてやってるのに偉そうなこと言うなくらいの勢いね。まあ実際当時は士気が低下して負け続けていたからな。会長からすると、頑張っていないくせに何を言っているんだという怒りの気持ちが大きかったんだろう。なるほどね、怠けているだけのように見えたのね。しかしネット上では、チームが弱くなったのは球団に収益が残らないような契約にしているから、スタジアム側にも原因があるとする意見で溢れていた。私もそう思うわ。また、一部のファンからは、球場は球団からお金を絞り取っているだけだろう、と怒りの声も上がっていた。ごもっともな意見だと思うわ。これは札幌ドームなんかも同じで、球場が球団のことを完全に下に見ていて、殿様商売の姿勢になってしまっているケースだな。札幌ドームを使っていた日本ハムも、札幌市からの歩み寄りが一切ないことに嫌気がさして、結局、北広島市にできる新球場に移転してしまうのよね。新庄剛志監督就任などで球団自体は注目されているし、球団としては条件が改善されれば、札幌ドームを使い続けたかったようだが、札幌市としてもこのままでは札幌ドーム取り壊しなんてことにもなりかねないでしょうし、北海道のシンボルマーク的な建造物が一つなくなってしまうというのにね、本当に殿様商売という言葉がぴったりだと思うわ。地元で応援し続けたかったファンが一番気の毒だな。話を戻すと、DNA の春田誠オーナーは、球団側の赤字状況が続くのは許せないし、入場料収入の 25% を球場に収めたり、広告物販収入を球場が受け取ったりしている現状を見直したいと明言した。お、これは今までにないくらい球団側が強気姿勢ね。DNA、いいじゃない。ガツンと言って今度こそ契約を改善してやりましょうよ。横浜スタジアムの藤木会長は、球場経営だけでなく、横浜港運協会会長、横浜 FM 放送社長、神奈川県野球協議会会長なども務めていた、いわば横浜財政界の重鎮だからな。今まで強気に交渉できなかったのはそんなことも関係しているんだろう。横浜のドンだったってわけね。
しかし DeNA の歩み寄りもあり、難航はしたものの少しずつ交渉を始める。また、会長は強気に発言したものの、会社全体の意見としては、条件交渉に歩み寄りの姿勢を見せていた。一度冷静になって考えてみると、さすがに球団は球場にとって大口のお客様だものね。本当に出て行かれたら困るのは球場側よ。交渉の甲斐があり、スタジアムの改修費用は DeNA が負担するというのを条件に、横浜スタジアムが大幅に譲歩。入場料収入は 25% から半分の 13% になった。半分、何気になんだかんだで取られ続けるのは納得できない気もするけど、今までと比べると破格ね。一方でスタジアムから球団に支払われていた年間3億円の協力費は廃止、広告収入に関しても改善され、球場内の広告収入は横浜スタジアムに入るものの、新設された外野フェンスにあるリボンビジョンの方は球団側の収入となった。協力費は撤廃されたけど、そもそも全体から考えると微々たるものだったし、入場料収入だけじゃなくて広告費も改善されてよかったわね。あと、球場外に設置されたグッズショップの収入も球団の収入ということになったぜ。おお、グッズ収入、何気に一番モヤモヤしていたのよね。嬉しい反面、これだけ改善しても球場側がやっていける割合ということは、今まで本当に好き放題やられていたんだなとちょっと悲しくなったわ。ここまで一気に改善されたのは、球団がこれまで単年契約だったところを、7年にわたる長期契約に変更したことも大きい。これによって、今まで短期の契約だと難しかった掲示板やトイレの改修に取り組むことができた。ただ要求を通すだけではなく、球団側も長期契約を提案して歩み寄ったのね。無事交渉が成立した球団と球場は次第に好意的な姿勢を見せ始め、春樹オーナーも球場あっての球団であり球団あっての球場とコメントを残した。これでようやく、健全な経営をしていけそうね。ああ。条件改善後の球団の復活は著しく、2011年に約110万人だった観客数は、年々増加し、2018年には約 1.8 倍の200万人にまで増加。約2倍。座席稼働率 50% から 97% に急上昇し、ファンから愛される球団へと返り咲いた。やっぱり、経営やチームの指揮ってファンの数に直結するわね。球団人気の立役者は2012年から2016年までの4年間監督を務めた中畑清監督。中畑監督が指導したことはキャンプインすると、選手たちにおはようと挨拶をしようと指導を行い、環境の改善に取り組んだんだ。初歩的なことだけど、大切よね。中畑監督は試合に負けても必ず試合後の会見を受ける。これを DeNA 球団との間で決めていた。そんな中畑監督の熱意からチームの雰囲気が大きく変わり始めた。中畑監督就任中は5位2回、6位2回と結果は残せなかったが、筒香選手や宮崎選手など多くの戦力を育て上げ、徹底したファンサービスで観客動員数を増やすなど、チームの基礎を作り上げたんだ。すごく頑張っていたものね。これでもう何の心配もないわ。しかし、安心するには少し早かったんだ。人気復活の裏で、球団は横浜スタジアムから、大幅な情報を引き出したものの、未だ球場内の売店収入は得られない状況だったりと、他の球団に比べても利益率が低い状況が続いていた。球場外の売店は球団の収益になるように改善されたけど、中の売店は別だものね。相変わらず、スタジアムの9割以上と高い稼働率を誇っても、年間5億円以上の赤字を出す状況が続いていた。これに限界を感じた春樹オーナーはついに球場を買収する計画に出る。改善されても、やっぱり一番美味しい球場内の収益を球場側に持っていかれるのは痛手よね。もうこうなったら球場を自分で運営するしかないわ。DeNA は早速株主総会を開いたのだが、日本の風潮として、仲良くしていた企業を裏切るような感じがしてしまうからか。TOB、いわゆる株式公開買い付けに対して積極的には動かない企業が多い。アメリカなどではもっと頻繁に TOB が行われているみたいだけど、日本独特の風潮ね。また、横浜市民から集めた資金で建設された背景から、個人株主が非常に多く株式の 62% を占めていたんだ。その場合ってどうすれば買収できるの？結局、個人株主一人一人に直接説得して、ついに2016年、DeNA が横浜スタジアムの筆頭株主となることに成功したんだ。ついに、個人株主を回るだなんて、やり手なだけでなく、ちゃんと熱意も感じるわ。これにより、
今まで入ってこなかった球場内の売店の収益やグッズ収益も入ってくるようになり、今後横浜 DeNA ベイスターズの経営はさらに良くなっていくだろうと言われている。奴隷契約まで結んでいた球団がついに筆頭株主に。感慨深いわね。DeNA は横浜スタジアムのコミュニティボールパーク構想を明らかにし、増築改修を積極的に行うようになった。2017年、球場をブルーのシートに統一。耐震補強等を含め数十億円の設備投資。わわすごい。2020年両翼のスタンドにウィング席を設置。5000人ほど収容人数が増え3万4000人に。他にもバックネット裏スタンドの屋上に絶景とともに試合を楽しめる、ベイディスカバリーボックスシートが誕生。豪華ね。まだあるぞ。もともとあったワイデッキを拡張して横浜スタジアム外周を一周できるようにした。地上6メートルの高さから、いつもと少し違う視点で楽しめるわ。ワイデッキ内の外野スタンド1には、横浜スタジアムを眺められるフォトスポット、ドリームゲートスタンドが新設。と、どんどん発展している。もう、横浜スタジアムと横浜 DeNA ベイスターズの中は大丈夫そうね。ずっと球場に異様に使われてきた球団が、最終的には球場を買収するまでの、復活劇を見せてくれて、感動ものだわ。DeNA の功績は大きいわね。一部で横浜ドームを建設する計画はあるようだが、球団は引き続き横浜スタジアムを本拠地としていくことを表明しているみたいだな。これでファンも安心して見に行けるわ。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。マリサ、春といえばお花見もいいけど、球場でビール片手に野球観戦なんていいわよね。私はやっぱり横浜スタジアムよ。2022年の球場ランキングで人気投票第1位だったのよ。よし、今日はそんな人気ランキング1位の、と言いたいところなんだが、今日解説するのは、12球団のうちワースト1位の座を獲得したこともある、ベルーナドームだ。ベルーナドームって、埼玉県所沢にある、元西武ドームのこと？ああ、そうだ。2022年3月以降はベルーナドームという名前だな。西武ライオンズの本拠地であり専用球場だ。選手や観客から数々のクレームを寄せられたり、さらには、いろいろ問題を抱えていたんだ。今日はベルーナドームについて解説していくよ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まずは西武ドーム、改めベルーナドームの歴史について簡単に紹介ね。もともとは西武園球場という小規模の球場だった。主にアマチュア野球の試合で使用されていて、プロ野球の試合は2軍戦の試合がわずかに行われた程度だった。アマチュア御用達の、こじんまりとした球場だったみたいね。1978年になると、西武グループはこの球場の改修工事を計画した。当初は、関連会社のプリンスホテルの社会人チームの拠点にするつもりだったらしい。ちゃんとした球場のある社会人チームなんてすごいわ。ところが、同じタイミングで当時経営難に苦しんでいた福岡野球から、ライオンズの所有権を西武鉄道が買収することになった。ライオンズって、元は福岡だったのね。そのためライオンズの名称を西武ライオンズと改めて、西武園球場を西武ライオンズの、専用球場として本格改修することになったんだ。選手たちもいきなり福岡から埼玉なんてびっくりしたでしょうね。大人の事情ってやつかしら。球場のモデルとなったのはアメリカカリフォルニア州にあるドジャースタジアム。うちのスタンドからは狭山の山やユネスコ村も見えるので、この景観を生かす設計にするために、元の西武園球場とは反対の向きに建設された。狭山丘陵に立地しているだけあって、緑に囲まれた自然あふれるロケーションよね。この利点を最大限生かそうと思ったのかしら？しかし、この判断も誤算だったのかもしれない。向きを反対にしてしまったことで、野手の目に太陽の光が入りやすくなるという問題が発生した。それは困るわね。試合に影響が出たら意味ないわ。でも会社は、選手がサングラスをかければ大丈夫と判断して、反対向きのまま建設を進めてしまったんだ。試合のやりやすさよりも、景観を優先させてしまったのかしら。選手からすればたまったものではないでしょうね。こうして無事完成した球場は、1979年西武ライオンズ球場という名称に改めて、改良。何はともあれひとまず完成したのね。ところが、改良当初から建物の欠陥が明らかになっていくんだ。ごくり。まず、当初の西武ライオンズ球場には屋根がついていなかった。え？じゃあ雨が降ったらびしょ濡れじゃない。球場の周囲には山口貯水池や村山貯水池が存在するから、
球場の上空が雨雲の通り道になりやすいことはあらかじめ想定されていた。雨が降りやすい地形だということはあらかじめ分かっていたのね。だから当初屋外球場として開場したものの、設計の段階で屋根をつけることを予定はしていた。なぜ最初から屋根付きにしなかったの？実はこの段階で、西武ライオンズは本拠地をお台場に移動する計画を立てていたんだ。西武球場ができたばかりなのに早速お引っ越し？どうせ引っ越しからとりあえずのつもりで、屋根なしの屋外球場を作ったのかしら？まあそんなところだろうな。しかし、お台場計画は残念ながら頓挫してしまう。当時の東京23区内には NPB の3球団がすでに1軍の本拠地を置いていたから、各球団の許可を取る必要があったし、地元ファンの反対の声も大きかった。東京には東京ドームの読売ジャイアンツ、明治神宮球場には東京ヤクルトスワローズがいるものね。あんまり近い場所に球団が密集してもファンがばらけてしまうでしょうし、あとは、多額の建設費用がかかることや、西武沿線から離れることが、グループ企業で、ある西武鉄道の収益が減ることなどが懸念されて没となったんだ。じゃあ結局西武ライオンズ球場を使い続けることになったの？そうだな。でも、さすがに雨が降りやすい地形なのに屋根がないのは致命的だったから、後から屋根を増設することになった。既存の屋外施設に屋根を増設するのは、日本では異例の工事だったんだ。ふう、最初に作るときに屋根も設計するものね。これで無事雨をしのげるようになったのかしら？いや、そう簡単に雨問題は解決しなかったんだ。雨や台風、雪が降るたびに、観客がびしょ濡れになる球場として話題になった。びしょ濡れ感染とか、勘弁してほしいわ。ドームの意味がなくなってるわら、屋根のついた機械な何か、レインコート必須などの声が、多数寄せられた。完全に天候が直撃する仕様だったのね。屋根をつけたのに、どうしてなの？球場全体に後から屋根を仮設したため、他のドーム球場と違い、壁面がない構造だったんだ。屋根はついているけど、完全に覆われているドーム球場ではないから、横から雨が入ってきてしまうのね。雨や雪だけでなく、気温にも悩まされた。夏は熱気が入ってきて37度のサウナ状態。冬は極寒だ。外と繋がっているんだから当然といえば当然ね。聞いているだけで過酷な環境ね。野球ファンや、ライブに訪れる音楽ファンからは過酷なドームとして有名だったが、選手からも不評だった。2018年雪が降った3月21日に西武対楽天のオープン戦が行われたんだが、試合開始13時の気温がなんと1度で、グラウンドには大型の温風機も用意された。寒そうね。温風機で少しはマシになったのかしら？ないよりはマシだったかもしれないが、効果はいまいちだったようだ。寒さが影響したためか、西武の上位打線は思うような結果にならず、菊池雄星投手は寒さのせいで、手が凍ってという理由でブルペン投球を途中で断念。結果は3対3と引き分けだった。それはかわいそう。寒さがもう少しマシだったら違う結果になっていたかもしれないわよね。完全に試合に悪影響を及ぼしているじゃないの。おかげさまで選手からは、やりにくい球場というイメージが完全に定着してしまったようだ。また、壁がないことで別の問題にも悩まされた。雨が吹き込んだり、極寒やサウナ状態もなかなか厳しいけど、まだ何かあるの？深刻な問題となったのが、害虫問題だ。ハチや蚊が大量発生したり、グラウンドが大量の、セミで溢れ返ったり。ひえー、虫だけは勘弁してほしいわ。聞いただけで恐ろしい。2022年8月のとある試合では、先頭打者として打席に入った西武の1番、外崎修太が、なぜか打席でバットを逆さに持ち振り回すという行動がニュースになった。その後、4番の山川穂高も同様に、右手1本でバットを持って振り回す素振りをした。まさか、害虫を避けたのかしら？そのまさかだ。ベルーナドームでは審判が蚊よけや殺虫剤を常備しているのが基本らしい。それだけ虫の発生が日常茶飯事ということだろう。虫って苦手な人は本当に苦手だものね。なかなかその環境で集中するのは難しそうね。他にも話題になったのが鳥の襲撃事件だ。鳥？どういうことかしら？実はベルーナドームの天井中央部にカラスが住み着いてしまった。あらら。それは厄介ね。天井中央部なんて駆除しようにもできないんじゃない？それもそうだし、そもそも鳥獣保護法により勝手に駆除することは許されていない。ベルーナドームはカラスと共生する道を選んだ。そうなの？でも、打球が天井を直撃することもあるんじゃない？
選手がまた試合中に気を使わなくてはいけないポイントが増えてしまったな。ボールの直撃もそうだが、巣からの小枝の落下、糞の落下も許容しないといけなくなる。そんな中でも世間を賑わせたのは、カラスが鳩を襲撃した事件だ。試合中にカラス VS 鳩事件が起こってしまったというの？ああ。この珍事が起きたのは2013年の西武対日本ハム戦。4回の西武攻撃中のことだった。武田勝が4回西で片岡へ初球を投じた際に場内は騒然とした。捕手の鶴岡が右中間方向を指さした先には、まさか、カラスに襲われた鳩がグラウンドに落ちてきたんだ。この事件は自然共生型のスタジアムのエピソードとして語り継がれることになる。ここまで来ると、試合に集中以前にシンプルに危険よね。あとは春になると花粉に悩まされる人も出てくるな。ただ野外と繋がっているだけならまだしも自然豊かな場所にあるから、完全なドーム型になっていないことによる弊害は大きい。結局埼玉に腰を据えることになるなら、最初からドーム型を建設した方が良かったわね。自然要因以外にデメリットとなったのはアクセスの悪さだ。西武線は都内から埼玉方面に主に運行している鉄道だが、埼玉からベルーナドームに行きたい場合は、一度都内に出ないといけない場合が多い。それは不便ね。地元のファンを優遇するべきなのに、ここまで過酷な環境で、アクセスも悪いとなるといいところがあまりないわね。そんなこんなで12球団中ワースト1位の球場なんて言われていたこともある。それはあんまりね。そもそもどうしてこんな中途半端な球場を作ったの？まず一番に言われているのが、固定資産税対策だ。固定資産税ってなんだっけ？固定資産税は、土地家屋などを所有するものに対してかかる税金だ。ここでの家屋とは、壁や屋根があって、雨風を防げる建物のことを言う。ということは雨風を防げていないベルーナドームは？家屋に該当しない。もちろん土地などの固定資産税はかかるのだが、きちんとドーム型で覆った場合と比べて、かかる税金がかなり安くなってくる。なるほど、経費削減というわけね。そのせいで観客や選手は過酷な環境を、強いられてはいるけど。あと言われているのは、自然公園法だ。ベルーナドームが建設された狭山丘陵は、県立自然公園条例で自然公園に指定されている。県の貴重な自然公園なのね。こういった自然公園内での開発には届出が必要で、景観、自然、生物多様性など、様々な条件を満たす必要がある。なるほど。そういう意味では、自然共生、ならぬ自然共生型のスタジアムとして名高いから、合格ってことね。そういうことになる。お金面だけでなく、そういった自然保護の観点からも、完全に密閉されたドーム型にするのはハードルが高いようだ。そうなのね。お金の面だけでなく、いろいろ制約があるとなると、厳しいわね。劣悪な環境に関してはもう諦めるしかないのかしら。そんなユーザーの声が大きくなったからか、西武側も改革や改修工事を計画して、快適な施設にしようと試みている、2007年、西武ライオンズ憲章というものが、制定された。憲章？何それ？より愛される球団になるために球団自ら定めた先生のようなものだな。内容としては、ファンや地域、野球界発展のために最善を尽くすというものだ。そうなのね。とても素晴らしい試みだけど効果は出たの？憲章を制定しただけでなく、企業努力もあり、動員数はかなり改善された。2007年シーズン、西武ライオンズの観客動員数は12球団のうち最低の109万人だったんだが、この状況を重く見た西武は2008年から球団改革を実施。2018年のシーズンは、観客動員数176万人と、なんと2007年から比べて動員数が 61% も上がったんだ。すごい成長っぷりね。具体的に何が行われたのかとても気になるわ。行われた対策はとてもシンプルだったようだ。西武鉄道の車両広告をはじめ、駅やデパートの広告、メールマガジンや SNS を通した情報発信を地道に行ったんだ。思っていたよりもずっとシンプルだったわ。鉄道会社の強みを最大限に活かしたのね。中でも、もともと低い傾向にあった女性ファンを増やす取り組みは積極的に行われた。女性ファンへレディースユニフォームをプレゼントするなどの施策は、チケットが完売するなど大成功を収めた。ユニフォームプレゼントって嬉しいわね。それを着て試合に行ってみようという気持ちになるし、インスタで流行れば相乗効果を得られそうだわ。宣伝活動だけでなく、実際の球場の環境改善にも取り組んだようだ。壁がないから自然の影響を受けやすいのは仕方ない部分だが、それ以外の部分で観客のストレスを減らそうとしたんだ。
それ以外の部分というと、具体的には一番の混雑の原因となるチケット発券を、電子チケット発券システムを取り入れて、スムーズに発券できるようにした。それはありがたいわね。入場時に手間取るのって結構ストレスになるのよね。また、建物自体も3年に及ぶ大幅な改修工事が行われた。3年とはなかなか大掛かりね。2シーズンのオフ期間を利用して行われたんだ。1期目にはスコアボード、ラバーボード、音響、芝生、トイレと改修、2期目には、中段内部のレストラン、トイレ授乳室、バリアフリーなどの改修が行われた。具体的にどんなところが快適になったのかしら？まず注目されているのが、ゆったりとした広いスペースで野球を楽しめる空間として作られた、アメリカンエキスプレスプレミアムラウンジだ。スタンド席の地下部分に新設されたんだが、ユッフエリアとバーエリアに分かれていて、球場とは思えないほどラグジュアリーな空間だと話題になっている。なんか空港にも、クレジットカード所有者だけが入れるVIPラウンジとかあるけど、そんな感じかしら。鳩が落ちてきたり、雨が吹き込んでいた球場とは、思えないほどの変貌っぷりね。VIP 空間だけでなく、一般席もかなり快適になったようだ。改修前14種類だった座席の種類は、2倍の28種類に増え、長時間座っても蒸れにくい素材の人工革シートや、団体用に L 字型の席などが用意された。一般席でもいろいろ選択肢が増えたのね。長年ファンの間で親しまれてきた外野芝生席も全席クッション付きにリニューアルしたようだ。前後の幅も十分に取られていて、攻撃時に立って応援するライオンズ伝統の観戦スタイルを尊重している。そういうかいいところに手が届くような気遣いがファンからしたら嬉しいわよね。他にも飲食エリアは全77店舗中21店舗が入れ替わり、人気チェーン店の英国風パブハブなんかもオープンする。全店舗のメニューは数千種類以上になるようで、これは12球団のうち、最も多い数字なんだ。ハブが入っているなんて嬉しいわね。12球団中最多メニューなんて、かなり気合が入っているのね。他にも音響や電光掲示板が改善されたり、以前とは打って変わって、最新の設備に様変わりしたようだ。3年の改修工事の甲斐があったわね。なんだか少し行ってみたくなったわ。壁がないのは仕方ないとして、そのデメリットを上回る施設を目指したのね。それでは、今日はベルーナドームの歴史や環境、最近の改修工事なんかについて解説してきたけど、てっきりドーム型だと思っていたから、壁がないと聞いて驚いたわ。天候や虫には覚悟して、行った方が良さそうね。でも、改修工事後のベルーナドームは、ぜひ一度行ってみたいくらい、魅力的なスポットだと感じたわ。自然共生型スタジアムにゴリゴリだという人も、この改修を機に一度行ってみるのも、いいかもしれないな。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。野球といえばやっぱドーム観戦だよねー。お、そうだな。最近、札幌ドームが話題になっているが過去に大阪ドームが経営破綻しているのを、知ってるか？え、破綻したドームがあったの。その話詳しく教えてちょうだい。おう、それじゃ今日は野球会場やコンサート会場として利用されていた大阪ドームが経営破綻に至った背景を札幌ドームの未来とともに考察していくぜ。共通点も多くてびっくりするぞ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。大阪ドームは、大阪府にある多目的ドーム球場兼複合レジャー施設で、大阪市と民間企業が出資してできた第三セクター大阪シティドーム株式会社が運営していたんだ。でもまず、第三セクターって？国や自治体、民間企業が共同出資して作られた会社のことだな。ああ、なるほどね。大阪ドームは1997年3月1日にオープン。最大収容人数5万人の多目的ドームであり、工事費用は総額で696億円にも上がったんだ。ほうほう、すごいでかいねー。大阪シティドーム株式会社は市から 20% の出資を受けていたんだぜ。20%、めちゃくちゃ大きな団体なんだね。暗雲が立ち込めるのはここからなんだ。大阪ドームを本拠地にしていたのは近鉄バファローズ。1997年に藤井寺球場より、大阪ドームへと本拠地を移転したんだ。あれ、でも今近鉄バファローズって。その通りだ霊夢。近鉄バファローズは経営難でオリックスに身売り、2005年にオリックス、バファローズになったんだ。ああ、九州合併したから。そもそもバファローズ側が合併されるを得なくなったのは、所属ドームの大阪ドームにある。大阪ドームはなんと設備の維持なども含めて年間使用料が10億円以上になってたんだ。
さらに、選手たちの年俸が急騰したことが理由だな。確かに。それは大変ね。大阪ドームの話に戻すけど、大阪ドームは近鉄バファローズから、年間10億の使用料を取っているにもかかわらず、年間維持費は毎年15億前後の赤字になっていた。大儲けしちゃったね。なんでそんなことになっちゃったの？まず、建設費用が696億円で高すぎたな。それから大阪ドームは、ドーム内でのイベント費以外にも商業施設として機能させるべく、ショッピングモールやアミューズメント施設を営業していたんだが、イベントがない日はほとんど来場者がなく、かなりの数のテナントが撤退していったんだ。買い物なら他にショッピングモールとか行くかもしれないわ。さらにその利用者を見越して作られた立体式地下駐車場も、利用の低迷と、維持管理費の削減のために、半分近くが解体、埋められてしまった。この前の札幌ドームの話でも思ったけど、ずさんな経営というか、お役所仕事というか、それに大阪ドームでライブ中にジャンプすると頻繁に地震が起きちまう。だからコンサートでの利用数も減っていき赤字が続く。そして経営が難しくなった。ああ、やばいね。そして大阪ドームは2004年11月1日付で再建放棄。ここでとうとう終わりを迎えちまったと思ったが、ここから怒涛の巻き上げが、ここでオリックスがさっきも言った通り全部買収して大阪ドームは京セラドーム大阪に、市は108億円の負債を放棄して、オリックスは90億円で施設を買い取ったんだ。意外な展開ね。ああ、でもこれ実は札幌ドームも似たようなことしちまってた。そうなの。ああ、札幌ドームを運営する第三セクター株式会社札幌ドームは、所属してる日本ハムから年間使用料20億円も吸い上げていたんだぜ。こっちもめちゃめちゃ高いね。ああ、日ハム側は頻繁に使用料の減少を訴えていたがセクター側はこれを拒否。それに日ハム側は施設の運用費の削減として指定管理者制度の採用を、市に提案してたけど市も日ハムの要求を拒否しちまった。え？そんなに拒否してたら見限られるよ。おう、霊夢の意見はごもっともで不満がたまりにたまった日ハムは、2023年で日ハムは本拠地を移転することになったんだ。この結果札幌ドームは赤字に大転落、さらに某感染症の影響もあって試合数も激減。某感染症の影響ならかなり減るんじゃない？ああ、約半分も減ったとされているんだ。日ハムは600億円かけてきた広島市にドームを設計するらしいんだ。第三セクターの経営と、球団から多額の使用料を取っているという点では同じね。ああ、京セラドームもとい大阪ドームのそばに実は、近くにアミューズメント施設があったんだよ。このアミューズメント施設も大失敗に終わっちまった。なかなか成功するのは難しいんだね。人気なところにあったとしても。ああ、そしてここは2007年に撤去されてその後の2013年の5月31日に、イオンモール大阪ドームシティに生まれ変わったんだぜ。おお、これは私も知ってる。有名なイオンだよね。そうそう、しかもドームで有名歌手によるライブが行われてる日には、このイオン内にも人がごった返すらしいんだぜ。なるほど、ライブ前ならイオンで前装備はある程度できるし、ライブ後だったらお腹が減ってたり喉がカラカラだったりするのをイオンの、フードコートで癒したりできちゃうよね。よく考えられてるよ。ああ、俺もドームの近くにあったアミューズメント施設を利用したいい戦略だと思うぜ。実はこの京セラドーム内にもモールはあるんだけどこっちは、そことは正反対なことになっちまってるんだよ。え、こんだけ栄えてるんだからそっちのモールも全然いけてるって思ってたけど。いやいや、このモールにはファストフード店くらいしかないんだ。それと資料博物館みたいなのと。そして極めつけはテナントの多さが異常なんだ。テナントがたくさんなのになんであまり人が入っていないの？俺が最初の方に言った飛び跳ねるだけで地震が起きるってクレームが来るっていう。このことに関係しているんだ。ああ、ファンが飛び跳ねてそのせいで小規模の地震が繰り返し起きてたっていうね。ちなみにこのドームが建設されている場所は揺れに弱い作りになってて、グレイのコンサートが予定されていたがこの騒動のせいでおじゃんになった。グレイのコンサートがおじゃんに、他にも何かいざこざあったりとか。ああ、あるぜ。振動以外にもファンたちのマナーに苦言を呈している住民たちも多くいる。例えば？何かのライブに行く女の子たち同士がバス車内で意気投合して盛り上がってる。嬉しいのはわかるけどちょっとうるさいぞ。ちなみにこの日はドーム内でEXILEのライブが行われていたんだぜ。有名グループだからワイワイしたいけどバスの中では会話は最小限に抑えてほしいよね。他にもあるぜ。連れ同士、話す人が多いから、ざわざわしてる。昼行だから仕方ないけどちょっとうるさいな。あら、
そういう時も静かにしてほしいよね。そうだよな、こういうのも住民とのトラブルの一つなんだぜ。あらあら、確かにこれはドーム側は悪くないわね。あんまり、まあそうなんだけどさ、警備員の声も問題視されているんだぜ。え？警備員さんは周りの迷惑とか常に考えてくれてるからそんなことないでしょ。それがあるんだぜ。証言者に語ってもらうか。警備員が拡声器で誘導する声が家にいても聞こえてうるさいです。でもこれは仕方ないんじゃないかな。間違った道に行ったり、わざと変なことするファンにも聞こえるようにしてる行動なんだし、これは仕方ないと思うよ。そうだな。ライブ前に必ず列に並ばせる意味合いもあるし、そして京セラドーム内ではジャンプは禁止になっているんだぜ。そりゃそうだわ。地震があるんだし、またまたなんか言われちゃうし。そうそう、スタッフがジャンプ禁止の看板を掲げたり、これを叫んだりして、次第にチラシを配布されるまでにまで発展したんだぜ。お？でもこれでファンの皆さんはジャンプしてはいけないっていう意識が芽生えたんじゃない？ああ、効果はてきめんだったぜ。だから今では地震とか振動騒動はほぼないと言ってもいいだろうな。そうね、京セラのスタッフさん頑張ったね。ここまで結構長かったわよねー。だな、長い道のりだったと思うぜ。でだ、今度は近鉄バファローズの負債赤字について見ていくぜ。実は2003年に宮崎県日向市で361億円の売り上げの10分の1。つまりは36億円かな？そう、この値でバファローズはネームを販売したんだ。当時の彼らの心境としては年間赤字を解消したかったんだろうな。だけど、ネームバリューだけの販売は他の球団の反感を買うには十分だった。なんで？そうだな、また証言者に語ってもらおうとしようか。明らかな協約違反だ。経営が苦しいのはわかるが、パ、リーグのイメージダウンにならないようにしてもらいたい。あ、そういやここってパ、リーグ4冠達成してたんだよね。そう、そして球団代表だった方はこう語っているんだ。近鉄グループが全体的に苦しい時期だったのは事実でも、本拠地も変わらず、球団経営も、引き続き近鉄がやるという説明だった。ので、まさか後でオリックスと合併する方向に行くとは思わなかった。代表さんも知らされていなかった感じじゃん。ああ、ちなみに2004年の球団は入場料、放送権料で約35億円の収入。選手年俸で人件費が約23億円、それプラスドームの利用料金も合わせて、差額はなんとマイナス50億円にも上っちまったんだよ。ちなみに本社からは広告費用として約10億円が支給されていたけど、それでも40億円の赤字のままには変わりないわね。だから、近鉄はどうしても手放したかったはずなのになぜか合併っていう処置を取ったんだ。近鉄バファローズとオリックス、ブルーウェーブが合併することが発表。この反応についてまた球団長の発言を引用させてもらうぜ。最後は経営者が野球を好きか、嫌いかということじゃないですか。もちろん、近鉄グループには、たくさんの近鉄バファローズファンがいました。試合の勝ち負けが翌日の職場で必ず話題に。でも勝ち負けが関わるということ、そこはシビアだったね。経営側からしたら、厳しかった。ああ、この人は野球のこと、球団のことを必死に考えているね。そして2004年9月16日合併凍結がないことが認められたから、近鉄バファローズはもうなくなっちまったんだ。でも吸収されたって感じだよね。まあな、でも結構近鉄ファンは置き去り状態だぜ。なんで？考えてみろ。2つの球団が1つになることでかなり人数も増えるってこと。となると、調整の犠牲に巻き込まれちまうスタッフや選手たちが多く出る。そうか、そのせいで気がついたら押してた選手がどこ行ったの状態か。そうだ、だから近鉄ファンはかなり困惑して離れちまったんだと思うぜ。なるほど、でもそれでも応援し続ける近鉄からのファンも当然今でもいるよね。そりゃもちろん、だからこの人たちや新しくできたファンのおかげで今日の、オリックス、バファローズがあるようなもんだな。そうだよね、これはドーム側とオリックス、バファローズには今後も頑張ってほしいな。それにな、696億円もかけて建設したのにドーム内にはかなり問題があった。その感じだと、設備面にも問題があるって考えてもいいのかな？ああ、そう考えてくれ。なんと、可動屋根が自慢と太鼓判が押されていたんだが、それが稼働しない。なんでかっていうと2004年8月からこの屋根のための制御装置、スーパーリングが生産中止になっちまって、故障した時のことを考えて、高さ60メートルの位置で止まったままとなってる。待って、可動式の屋根付きのドームなんてそうそうないよ。この可動式天井は天井を上下に動かすことができるんだが、
天井の高さを変更することによってドーム内の音響が調節できる。わあ、アーティストが喜びそうね。それにイベントの内容によっては自然光を会場内に取り込むことができる。すごい仕様ね。いろいろ使えそうなのに残念。制御装置の部品の生産が終わっちまったから仕方ないかな。ちなみにこの設備世界初って歌われてたけど7年くらいで終わっちまったことから、ドーム側はこう発言しているんだぜ。見通しに甘い面があったことは否定できない。なるほどね。だいぶ多めに出ちゃったことを反省しているね。そうだな。ちなみにこの屋根は低い位置で停止し続けていると、故障した時に元の位置に戻せなくなっちまうから、地上60メートルの位置で停止しているんだぜ。生産部品の停止があっちゃって故障を懸念した結果だったんだね。でも、私はこういうスタイルでいいんじゃないかなって思うよ。だって、動いても動かなくても白熱さは感じられるから。そうだよな。でも、この動きはさっきも言った通り札幌ドームと日本ハムの動きにそっくりなんだ。ああ、確かにその因果関係結構似てるよね。そうそう、利用料の影響で近鉄バファローズも日本ハムも大きな負債を抱えちまっている。ちなみに札幌ドームで行われる試合回数は年間で70回程度しかないのにもかかわらず、1試合につき日本ハムに請求される料金は約1700万円なんだ。つまり年間70回で1回につき約1700万円。式としては 70×1700万。で11億、9000万円。そういうことになる。だけどもちろんこれだけじゃないぜ。だって、駐車場と警備員の料金、清掃費、人工芝など、霊夢の計算よりも、もっと高い値段が日本ハム側には請求されていることにならないか？は、そう言われればそうだね。その日本ハムがいなくなったら、まあ、株式会社札幌ドームもなかなかすぐに答えを出せないのも仕方ないな。それに札幌ドームは建設時の160億円の負債がまだ残っていて、今後も返済を続けていかなきゃいけない。税金は使われないとは言っているが、こっぱー。ちなみに札幌ドーム側の見立てだと完全に負債を返却し終わるのは2031年であるとされてるが、某感染症の影響で試合数の減少、球団に見限られるわで散々な目に、要求を知らないふりしすぎるのも良くないよねー。そんで日本ハムは2016年に移転を決定したんだが、その新ドームが、エスコンフィールド北海道って言って収容可能人数は約3万5000人に上る。おお、これもなかなか大規模なドームだね。それにドームなのに温泉やレストランさらにはホテルまでついているんだぜ。おっふ、めちゃくちゃてんこ盛りじゃない。でこのエスコンフィールド北海道は2023年1月に完成予定。その開幕式が3月31日に行われることになってる。おお、あとちょっとだね。これは楽しみだよ。そうだろ？開幕戦は午後6時。このドームの球団日本ハムと試合相手は楽天だ。これは開幕が楽しみすぎる。ふう、大阪ドームと札幌ドームについていろいろ聞いたけど、結構共通点が多くてびっくりしちゃったよ。そうだな、やっぱ俺は球団側の意見も程よく聞いた方がいいって思ったね。ああ、確かにそれはそうだね。ファンや選手を切り離しちゃいけないよ。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。日本ハムかっこいい。選手一人一人が生き生きしてる。お、ビッグボスこと新庄剛志選手のいた頃の日本ハムだな。そう、そう、でも日本ハムが移転した後の札幌ドームはどうなっちゃうのか心配だわ。最近札幌ドームは2023年から2027年の収支について900万円黒字化できると発表したぞ。あの日ハムがいなくなって黒字化なんてできるのかしら？じゃあ今回は札幌ドームの黒字化宣言と未来について見ていこう。市民の声や専門家の声もすごく的を得ていて面白いぞ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まず札幌ドームと日ハムの関係性から詳しく見ていくぜ。よろしくお願いします。日本ハムファイターズはもともと東京の球団だった。東京の球団だった時は不人気球団で空席は当たり前だったそうなんだ。だが、北海道に移転して北海道日本ハムファイターズになってからは、ダルビッシュ有などの有名野球選手が入団。中でも影響が大きかったのは2004年にメジャーリーグから帰ってきた、ビッグボスこと新庄剛志選手だな。来たー、ビッグボス。そして2006年、44年ぶりの優勝を成し遂げたんだ。人気かつ強豪チームとして名前を馳せれるようになったってことだね。そうだ。こっから日本ハムと札幌ドームの関係性が始まったってことだな。
霊夢はなんで日ハムと札幌ドームがギクシャクしているか覚えているか？それは日本ハムが札幌ドームの使用料の高さに対して値下げを頼んでいたけど、それが受け入れられずに高い値段のまま請求していたのが原因かな？そう、日ハムは札幌ドームに対して年間20億円もの使用料を支払っていた。まず年間使用料が9億円。さらにグッズなどが販売された時に 30% の手数料が取られていたんだ。年間使用料？日ハムは、札幌ドームを借りて球団運営しているからな。まあ、家賃みたいなものだ。それにグッズなんて日ハム側のものなのにそこからも手数料が引かれるんだね。まあな、そんで日ハムは札幌ドーム側に使用料の値下げを提案したけれど、札幌市側はこれを拒否するどころか使用料の引き上げを決行したんだ。それ一番やっちゃいけないでしょ。球団側の提案を全て蹴っていたんだからな。他にも、ドームでコンサートがあった際の、球場内のトレーニング器具などを撤去、再設置する場合の費用も球団負担。いくらなんでも。なのに、球場内の広告料、売店や飲食店売上の一部、スポンサーからの広告料は、札幌ドームの収入となる。理不尽すぎて涙が出た。おう、なんだかんだ年間26億円を札幌ドームに支払っていた日ハムは、かなり経営状況が厳しかったと思うぞ。他にも、日ハムは要望を出していたのよね。札幌ドームの芝は天然ではなく人工芝だったんだが、人工芝は薄くって選手の怪我につながっちまう。芝の張り替えは4回くらいされていたんだけど、結局は人工芝のままだったぜ。球団は何回も天然芝に変えるように要望を出していたんだよね。それも、聞き入れてもらえなかったようだ。こんなに頑張っているのになかなか報われないなんて。だからこれを見かねた北広島市は日ハムに本拠地移転を提案したんだ。北広島市の提案は建設用地の無償貸与、球場を含めた公園施設の固定資産税、都市計画税の10年間免除など、日本ハムにとってはありがたい条件だった。ほうほう、北広島市の提案を受けて日本ハムは2018年、本拠地の移転と、新しいドームエスコンフィールド北海道の建設を決定。こういう背景があって新球場が建設されたってことなんだね。ああ、そうなんだ。その後日ハムありきだった札幌ドームは、某感染症も相まって2020年度は18億6900万円の売り上げに対して、8200万円の赤字になっちまったんだぜ。あらら、これは時期が悪かったのもあるねー。でもこの時はまだ日ハムはいるんでしょ？そうなんだが、某感染症の影響で日ハムの試合が半分になったのが大きいみたいだな。そんな札幌ドームだけど日ハムが去った後でも黒字化できると宣言を出しているんだぜ。そうなんだね。黒字化宣言するって相当自信があるのね。そうだな、札幌市はまず2023年から2027年度の収支試算を出したんだが、この試算では売上高が5割減くらいになると見込んでる。その分、コンサートを実施予定。ドーム内をカーテンで仕切って従来より小規模な2万人規模のコンサートにも対応できるよう、工夫したり、展覧会の誘致で安定的な経営を目指すんだそうな。ほう、それだけじゃなく札幌ドームはサッカーチームの北海道コンサドーレ札幌が本拠地にしている。その北海道コンサドーレ札幌の試合数を2倍近い20試合開催したりで売り上げを伸ばそうと、画策してるらしい。2024年からは黒字に変動すると見通しをつけてるんだってさ。ふむふむ、こっから先が気になるねー。赤字から頑張って巻き返してほしいよ。だな。で2023年から5年間の累計は約900万円の数字になると予想されている。5年で900万円か。他のメディアはこの宣言に対してこう批評しているんだぜ。ドームの収益構造をしっかり理解できているのかが疑問。最も使用頻度の高かった日本ハムが生み出していた利益分を盾カバーするのは並大抵なことではない。中でも多大な収益を生み出していたのはドーム内の広告。これはプロ野球という露出効果がある。確かになんだかんだ言って日ハムありきって捉えられてたのがわかるね。そうだな、他にもこういう意見があるんだぜ。ドーム内の広告は間違いなく減少する。札幌ドームなどスタジアムを支える一番の柱は広告収入。地上波のスポーツニュースでも映像が使われるなど、プロ野球の広告効果は大きい。年間60試合前後は定期開催されていた試合が全部なくなる。ふむふむ、このメディアの意見も札幌ドームは野球ありきって考えね。そうだな、こんな風にメディア方面からかなり批評的な記事を書かれちまっているんだ。それでも、黒字化のために頑張っていってほしいね。
その他にも、日本ハムの新球場移転とともに札幌ドームとの契約を解除し、新球場へ広告を出稿する、クライアントも出てくるはず。今回札幌市は5年計画での事業プランを発表していた。仮に現在、札幌ドームと長期契約を結んでいても5年あれば契約満了になる企業もあるはず。おお、ここは広告や契約相手視点からの黒字化しようだね。コンサドーレの原点は厚別公園競技場であることを考えればドームに固執する必要性もない。そして万が一、J2 などへ降格となればドームを使っている場合でもなくなる。また音楽界では、以前からドームはお客さんが集まらない間の地としても有名。ここは完全にドームでのコンサートでの収入を真っ向から否定しているね。そうだな、こんな感じにいろんなメディアから作戦を様々な観点から批評されることになっちまった。でもさ、札幌ドームには日ハムありきとかの意見じゃなくって、札幌ドームが提示したコンサートとかサッカーでもじゃんじゃん稼いで黒字化成功させてほしい。じゃあ、札幌ドームの黒字化宣言にあった北海道コンサドーレ札幌とコンサートについて見ていこう。まずコンサート収入だな。札幌ドームといえば五大ドームでコンサートなんかも有名よね。だな。コンサートなんだけど確かに5万人は入る。ただ、アーティスト側が札幌ドームを使うことを躊躇しているんだ。なんで？まず、使用料が高すぎて採算が取れないこと。そして5万人の席を満席にできないんだ。過去にライブを行ったアーティストはスマップ、エグザイル、ビーズ、ミスターチルドレン、サザンオールスターズなど大物アーティストが名を連ねているが、完全に満席にしたというのは嵐だけのようだ。こんな大物アーティストでも満席にできないなんてびっくり。まあ、札幌ドームはアクセスが良くないことや観客の遠征費がかさむ。さらに運営側の、機材の運搬費用も跳ね上がるんだな。さらに季節によっては飛行機の欠航などのリスクもある。雪が降ると欠航になっちゃうのね。北海道には1万人規模の会場があるからそちらの会場で数日に分けて開催した方が、使用料も安く済むなんて話もあるくらいだ。なるほど、意外とコンサート収入は厳しそうね。サッカーの方はどうなの？次にサッカーの収入だな。札幌ドームを本拠地にしている北海道コンサドーレ札幌というチームは、日ハムと比べたらそこまでの経済効果はなさそうだな。日ハムがすごすぎたのね。さらに、北海道コンサドーレ札幌は経営が苦しいことと使用料が高いことから、札幌ドームを使用することを避けてるみたいだ。本拠地なのに、すでに離れつつあるのね。離れつつあるチームを採算の中に入れるなんて心配になるよな。どんぶり感情もいいとこよね。ああ、俺もそう思うぜ。でもなあ、サッカーって野球ほど頻繁にやるスポーツじゃないことはお前も知ってるだろ？そんなところに意見する人もいるんだ。どうもこうも。ファイターズは19年もいたのに目代わりのイベントを呼ぶと言ったって、野球みたいにしょっちゅうあるわけじゃないでしょ。ああ、やっぱり日ハムありきでしょっていう意見が多いわね。そうだな。それに札幌ドーム近くの飲食店を営んでいる方の話だと、この作戦についてお客が批判しているのを結構聞くと証言しているんだぜ。まあ、そう思うよな。ちなみに日韓で2002年にダブルハイが行われたんだが、収支は札幌ドーム以外の札幌のスタジアムは赤字という結果に終わっちまうんだよ。札幌ドームが黒字ならいいんじゃない？だけど、札幌ドームの黒字は日ハムのおかげでなんとかって感じだな。日ハムのおかげか。サッカーだと大惨敗だったのね。ああ、だからこそ日ハムに見限られた時はかなり痛かったろうな。某感染症の環境変化を十分織り込んでいない。と発言したとある大学教授はさらにこう批評しているんだぜ。コンサートやスポーツ観戦のイベントでは入場者数や規模ではなくありようが変わった。国際会議や大型展示会を誘致しようにも、運営会社にはノウハウがない。多用途施設にすると、市内の他の施設と競合する。これは、市は2万人規模のコンサートにも対応するというが、そんな人数を集められるコンサートを、誘致できるほど、現実は甘くない。円安や某感染症、ウクライナ問題の要因もある。コンサドーレも集客力のあるチームといえず日ハムのような使用量も見込めない。ここは海外とのチャートを見ているのね。確かに最近円安すごいもんね。それでこの中でさらに考える上で重要になってくるのが、2030年開催予定の冬季五輪、パラリンピックなんだぜ。あら、そこもポイントとなっているんだね。ちなみに開催費は施設設備770億円。大会運営2200億から2400億円。総額2970億から3170億円の見通しで市の負担は施設整備費のうち490億円。
運営費はスポンサーやチケットの売り上げで賄うと発言しているんだぜ。なるほど、地道に収入でやっていくスタイルね。なかなかやるじゃん。そうだな。だけど元市民文化局長の高野氏はこう発言しているんだぜ。東京大会汚職の影響でスポンサーになる企業が集まるか疑問だ。資材価格も高騰している。おっふ、これはそんな甘い作戦で大丈夫かって言っちゃってるね。そもそも五輪が3000億円少しでできるのか。開催地に内定したら新設ラッシュになり、もっと赤字が膨らむだろう。はい、確かに。インフラ整備などで地元企業が潤うという声もある。でも金が流れるのは大手ゼネコンなど道外の企業だ。そうだね。消費への国民の理解を得るため予算を低く見積もるのはありがちなパフォーマンス。五輪が終わってみたら当初想定より膨らむのも珍しくない。おお、そうだよ。そう、オリンピックが全てじゃないんだよ。それでも経済活性を望む人は賛成し、暮らし重視の人は反対する。シンプルな話だ。重要なのはそうした市民の声を随時把握し、承知するかを判断することだ。そうだよね。やっぱり一番重要なのは近隣住民の意見だよ。経費とか都合とかじゃなくって一番はやっぱり住民の意見が大切だね。そうだな。今まで札幌ドームの黒字化計画と疲労のコメントを紹介したけど、こればっかりは俺もそう思うね。そんな札幌ドームに朗報がある。なんと日本ハムが札幌ドームで試合することが明らかになったんだぜ。それ本当？すごい。ああ、これが分かったのは2022年12月15日のことだった。報道によると2023年の3月4日、5日に試合が行われる予定になったとされているんだぜ。おお、完全に見限られたってわけじゃないんだ。それだけじゃなくって日本ハムはエスコンフィールド北海道で、2023年4月に行われる公式戦に札幌市民を対象に招待抽選会が行われることも明らかになった。おお、私が札幌市民じゃないのが悔やまれる。行きたい。なぜ日本ハムが札幌ドームで試合を開催するのかというと、北海道初のプロ野球チーム北海道日本ハムファイターズの背景にあったのは、札幌ドームがあったこと。そして2004年2022年までの19年間でリーグ優勝5回。そして、日本一を2回成し遂げた時に札幌市と札幌市民たちの盛大なお祝いパレードがあったから。そのお礼として札幌市と札幌市民に感謝の気持ちを伝える意味があるようだ。聞いてて涙が出ちゃうよ。日ハムも札幌市と札幌ドームに思い入れがあって、どれだけ自分たちの要求を蹴られてもこんな風に贔屓にするなんて私なら到底できないよ。そうだな。じゃあ日本ハムの球団社長に語ってもらうか。今日の北海道日本ハムファイターズがあるのは2004年の誕生以降、札幌市民をはじめ北海道の皆様、ファンの皆様に支えていただいたおかげです。来年3月からエスコンフィールドが本拠地となりますが、皆様には変わらぬご声援、ご支援のほどよろしくお願い申し上げます。これ絶対札幌ドームと札幌市にとっては涙なしには聞けないじゃん。そうだな。俺もこれ調べてたらジーンとくるものがあったぜ。球場の建設並びに開業に向け多くの方々にお世話になりました。何かしらのお礼をしたいとの思いから、札幌ドームでのオープン戦と札幌市民の皆様を対象としたイベントの実施を決定いたしました。ジーンとくるね。より多くの皆様と世界に誇れるボールパークを作っていきますので、ご参画ご協力よろしくお願いいたします。一生ついていきます。やっぱりいろいろあって移転することになっても、札幌ドームと札幌市のためにここまでできる日本ハムには頭が上がらないぜ。札幌市民や札幌ドームに恩を返そうとする日本ハム、すごいわね。だからこそ札幌ドームには赤字から黒字にしてこれからも頑張ってほしいわ。ああ、そうだな。この前紹介した大阪ドームのようにどんぶり勘定で破綻しない未来が見てみたいな。みんなは札幌ドームの未来についてどう思う？コメント欄で教えてね。チャンネル登録も動画を作る励みになるぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。